えっ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 四千頭身の後藤さん、鈴木さん、石橋さん、そして、オールナイト日本ゼロをお聞きの皆さん、<ジ>こんばんは、浜辺美奈美です。私の大好きな四千頭身さんの番組がですね、<ジ>3月いっぱいで終わってしまうということで、本当に寂しいなと思います。ねえ、もう、ラジコとか、よく聞かせていただいていたので、 本当に終わってししまううといいのがすすごく寂しいですねであの陽線当身さんのことはですね番組というかバラエティ番組でまず最初に知りましてネタをやっているところを初めて見た時に本当に面白いなと爆笑させていただきましてもともとトリオさんとかそういう,う<わ>あの3人の芸人さんがすごく好きで<わ>その中でも全然また違った形の違ったリズムの あのネタですごく印象に残ってそこから好んで見させていただくようになりました<え>私がですね四千頭身さんのネタの中で好きなネタはですね頭取りゲームというネタですねあいいあのしりとりの頭を取るというそういう発想の ネタでし,てでしょうね頭を取るわけですからねそうだよねそうなるよねっていう展開をめちゃくちゃあの面白く展開されていて何回も見てしまうくらい大好きなネタですここに「強いて言うなら3人の中で誰が一番タイ部ですか?」と書いてありますねはいえーとですね皆さんのことが本当に大好きです えー、本当にこれからも応援していますので、本当にいろんなところで、えー、見ていきたいなと思います。精一杯。えー、私も頑張りますので、あの、できればどこかでお会いしたいです。えー、そんな私は、日本放送で、深夜0時53分から、浜辺南、真夜中のシンデレラという番組をやっています。真夜中のシンデレラええー、ですね。私のいろんなお話をさせていただいていて、ゆるくお話しさせていただいています。 えー、私の番組はですね、<あ>4月以降も続きます。いはい、ありがとうございます。<い>ぜひ聴いてください。いえー、というわけで、浜辺美なみでした。ガンダムおお